6月7日火曜日の全国の天気をお伝えします。東北や西日本にかけて日本海側を中心に雨の降るところがありそうです。また関東も雲が広がりすっきりしない天気、雨の降ることがありますので傘をお持ちください。西日本の太平洋側は日差しが届き気温が上がります。汗ばむ暑さとなりそうですので服装で上手に調節を行いましょう。北海道は日差しが届き穏やかな天気が続いていきそうです。明日も関東や東北の太平洋側など気温の上昇が鈍く少しひんやりと感じられそうです。風邪をひかないようにお気をつけください。沖縄は梅雨空が続きます。ざっと降る強い雨や雷雨に注意が必要です。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。